の大会が、始めたいと思います。今日の訓練の説明を、今日は渡しますか。それ僕のアホみたいに重たいんで。1、2、3。僕はあります。あります？俺もある。オッケーです。オッケー。もう広いんで、もういっぱい使ってください。あ、ありがとうございます。映ってますから。おはようございます。さあ始まりました、釣り決めの世界。私漢字3文字で釣り決めを回します。回しました。本日は、岡山県、牛窓沖にございます、通山の通り花に来ています。マップオン。はい、場所はここになります。今日はですね、アングラーズっていう、釣りのアプリの、大会でスキルアップトーナメントっていう、大会に参加していますと。なので今ね、この結構広い釣り場なんですけど、あの3人のね釣り人と降りて、てかあのもう一個隣の釣り場にも歩いていけそうな雰囲気ぐらいフラットなこう地形になっています。でちょっとお気づきの方もいるかもしれないんですけど、これね、新しい偏光グラス見て、これここにココロって書いて、556って書いて、肉まんじゃないですよ。あのココログラスさんっていうグラスを借りました。はい、お金ないんでね。なんでこれをこうかけて、マトリックスみたい。はい、あの釣っていこうかなと。あ、ちょっとお借りして試させていただいてるんですけど、あのね、暗いところでもね、つけてても平気ぐらいよく見えるんですよ。で海の中がよく見えるらしい。なんで今日ちょっと一日堪能していきたいなと思ってます。はい、で今日の目標なんですけども、まあ大会なんでね、優勝。はい、優勝やっていきたいと思います。じゃあ今日も一日頑張るぞ。プシュ。よし、やらせていただこう。多分一番遅いですね、僕のスタートが。さあやるよ、やるよ、やるよ。大会なんでね、頑張っていきましょいと。タックルはね、いつもとはあんまり変わってなくて、竿銀狼優が0653で、リールがトーナメント 3000SH、ちょっとね、トーナメントの競技が今入院してるんで、今日また 3000SH 戻しました。 P の06とリーダーがナイロンの2号。今日はね、 3B の棒浮きにサルカンで、ハリスが 1.5 号がフタヒロに G5、B と G5 かな、今日打ってるのは。で、ハリがチヌバリ1号になってます。で、なんかあのここの通り山っていうあのポイントがあんま潮が流れないらしいんでね、
ちょっと第一投目オリア、あんまり遠くに投げても仕方がないのかなというところで釣れました？早いか、早いなみたいな多分映りますからよみたいな潮動いてますね若干。これ僕かなり有利かも。今ね潮が右の方にねゆっくり赤ちゃんハイハイぐらいのスピードで右の方に流れてますね。おー、あ、飛んだ。嘘、高木でしたけど。うわ、擦れてる擦れてる。ちょっと石ここ滑っちゃったんですよね、ギュンって結構でかかったですね。でかかったですね、今フグ増えたな、言うたらフグ釣っとるし。フグに噛まれとったかな。めっちゃプシューンって持ってきやがったっすよこいつ。今日のファーストフィッシュ帰れ。おお、飛ばしまくりますな。いやー、いいな、やりますな。あ、かっこいい、かっこいいでかっ、60センチがある。ないないさすがですな。打ち合いです。あら裏切り者やばい、やばいぞ。いや、このまま釣れなくてもういいかも。なんか僕ちょっと今日ここ折れた感じがあるもんな、さっきのバラシで。いいんだいいんだ、みんなが釣れればいいんだよ。どうしたらいいんでしょうか。試合が終わっちゃったっす。面白いな。もう僕あの波に乗れずみたいな。なんか軽いな。やっと釣れたかも。これなんかチヌっぽいよ楽しい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 じゃないかよ。やった、僕にも魚釣れた。おい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 、なんだ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 君は。いや、釣れないと思ってタモ遠くに置いてましたね。はい、おいで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 、あらあら、以上。やったやった、嬉しい。坊主回避でした、ありがとうございました。もう満足です。僕はやりました。はいはい、チヌちゃん釣れました。チヌちゃんでござるよ。これがチヌという魚です。
練りに食ったっすね、珍しく。おお、めっちゃ血を這うなこいつ。いやー、練り絵ってそんなあたり出るんだ。久しぶりに練り絵釣ったな。おお、楽しすぎる、楽しすぎるぜこの野郎。あれ、めっちゃ軽いんじゃないこれ。ああ、楽しいな君は。君は楽しい男やな。わかった、もういいよ、もういいぞ。やった、手作り練り絵、よいしょ、やった、やりました、やりましたよし、ちぬちゃんに引き目でございます。なんか沖から潮が差してきてこっちに流れ始めましたね。リミットメイクしちゃった。楽しいぞ。ちっちゃいぞこいつ。はい、いらっしゃい。よいしょ。やりました。イエーイ。あ、ごめんごめん。おお、最初の突っ込みびっくりするやったな。おお、なんじゃこいつは。こいつパワフルだな。パワフルだな。おお。全然浮いてこねえ。こう、パワフルだな君は。あー、カメラからアウトしちゃう。おい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 。カメラからアウトしちゃう。粘るね君は。
すげえ最初の突進あったんですけど、元気な割にはそんな大きくないんですよね。よし、カモン。はい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 。ふと。よかった、釣れました。よし。はい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 、チヌちゃん。たぶん40ぐらいあるかな、たぶん。よし。やっぱコーンとオキアミしか釣れなくなりました。なんかすげえちっちゃいこれ。よいしょー。ゲット。チヌちゃんです。よいしょ。今説明したら当たったからびっくりして早く合わせちゃった。意外が焦りは禁物やな。で、まあ、仕掛けを入れてから巻き巻いて、で20秒ぐらいカウントしてラインメンディングをして仕掛けを浮かせて落とすと当たりがある感じかな。でこう今流してるとこう道がこう触れるんで、それをこう直してあげてると少し仕掛けが浮くので、で待つと。さっきはそんな感じで釣れました。まだ釣るとは限りませんが、説明通り釣れた。めっちゃ巻き吐きますよこいつ。めっちゃ食っとんだろうな。ちょっと引こずり気味ですよね。イエイ。はい、チヌ映ってる。チヌラインミンディングすら一発で来ましたね。あれなんかえらい置きに行くな。これ何、これ変な引き。飛んだっすよ、飛んだっすよこいつ。あ、これメナラだ。おいしょー、うるさいった。でか。メナダって知ってます？あの目が黄色いんですよ。
ボラって白いじゃないですか、目が黄色いんですよ、こいつ。これがね、メナダ君なんですよ。これ目がね、黄色いでしょ。これ目が黄色い、見えるかな。いや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 、これでかいっすよね。見えるかな。これが目が黄色い、これがメナダ君です。よし、君はお家へ帰れ。二度と来るな。いつもあんなもん釣らんのにな。おっと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 。これはチヌっぽいぞ。これはボラじゃねえやろ。はい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 。イエイ。イエイイエイイエイ。死ぬ。うわ、殺してもうたこれ。これどん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 サイズがちっちゃくなっていく。で、食いも悪くなってってますね、また。イエイ、チヌちゃん釣れました。見えてるかな、チヌ。悲しいお知らせがあります。GoPro ね、ネックマウントって首にぶら下げるやつが折れちゃいまして、これからはちょっとカメラだけで、このカメラだけで撮影をします。ざわざわしてすみません。よろしくお願いします。ゲット。真っ暗やな。
とパターン違うところで。見えてるかな。よし。はい、お疲れ様でございました。本日の目標なんですけども、なんと達成することがわかりません。まだ検量してないんでね。一応キープサイズ3枚は釣れたんで。どうかなと思うんですけどね、いかんせん型が小さいんですよ。なんでちょっと厳しいかなとは思うんですけど、結果はこの後に差し込みますと。1、2、3、4、このクリスタルを準備いたしましたので、ちゃんと今日の大会名とか入ってます。で、1位の方がこれで、2位と3位の方は、もうこの中から選んでいくスタイルにします。はい、では早速順位を発表したいと思います。第2位ですね。はい、2.90 3ありがとうございます。ありがとうございます。こちらに来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。また後でちょっと3名の方並んでいただきます。 おめでとうございます。そしてこう取ります。すいません。こっち向きなんですね。あ、じゃあこっちから、はい。写真じゃない。かわいい俺。OK でーす。はい。ということで、今日初めてですね、通り山の通り罠に来てんですけど、朝ね、もう全く釣れなくてね、もう心ビキバキボキに折れて、最初にかかったやつがめっちゃ大きくて、ガン玉つけてるところがプチッと切れて高切れ状態で浮きもどっか行っちゃいまして、もうね、心ここにあらずみたいなという状態から、結構釣れたんでね、良かったかなと思います。で、やっぱり牛窓エリアはコーンがね、すっごいよく釣れるっていうのがポイントかなと。コーンに大きな網ね、ぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。また会うその日までバイバイ。シュッ。動画のご視聴
ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちら、こちら、こちら。チャンネル登録、コメントもお願いします。バイバーイ。